はい、続きですね。なんか青森までこのお姉さんを運んだところから、話が続き始まりますと。俺の橋は天下一だからな。誰にも負けないぞ。私、こんな風に感じたの生まれて初めてです。何に対してどう感じたんでしょうね。ちょっとスピード出しすぎたかもしれない。そうか、照れるな。じゃ、婚約者によろしくな。婚約者ですか？幸せになれよ。幸せに？何のことです？何のことって、結婚するんだろ。おめでとうございます。それで、誰が結婚するんですか？誰って、それはそれに決まってるな。ああ、私のことだったんですね。私ですか？私、知らないうちに結婚することになっちゃったんですか？だって、その指輪は…これですか？これは祖母の形見なんです。なるほど、大切な人ってやつだね。おばあちゃんの形見？なんだ、そうなのか。結婚するってわけじゃないんだ。はい、祖母はとても厳しい人でしたが、私をとても可愛がってくれました。これはそんな祖母がくれた大切な指輪なんです。少し緩いんですけどね。そんなこともあるよね、緩いこと。私もう行かなくては。あ、じゃあな。それでは失礼します。なんだ、おばあちゃんの方だったのか。とんだ勘違いしまったな。さて、俺もそろそろ帰るか。どこによ、青森まで来てどこ帰るんだよ。それが天下一の走りか。誰だよ。ん？なんだ。トラックは最新の最強最速マシンのようだな。お、あんたもそう思うか。トラックを見る目があるじゃねえか。だがお前はマシンの性能に頼り切っている。車でそんなもんじゃないの。それでは旧式トラックにさえ勝てはしない。お前の走りには大事なものが欠けているんだ。多分法令を遵守することだと思うんですけど。てめえ許せねえぜ。そういうことは俺に勝ってから言いやがれ。やはり分かってないようだな。ついてこい。なんでしょうね、なんか目をつぶって腕を組んでいる。で、めちゃくちゃ速そうっていうか謎っていうのは、これ多分インプレスかなと思ってんじゃないかな。なんだこの旧式トラックは。まあ、こんな仕事できた。何運ぶんだって話ですね。あ、五石運びてえな。どうすなら五石運ぼう。五石運ぼう。重いやつを積んでこうハンデみたいなね。あれね、なんか発車する前になんかエンジンなんかいじられて途中止まるんじゃないの。めっちゃ来てないですか。早い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 。めっちゃ早いぞあれ。痛い痛い痛い。一球だけできた。あれおかしいおかしい、頭おかしい。何キロしてるの。出てんだよこれ。消えたんだけど。普通に。なんかさ、マシンのさ、耐えてきてるんですけどさ、あ、相手の方があれじゃん。頼ってんじゃん、強制で。使ったもん。あ、じゃあそれ。消えたよ、完全に。どこ行った？マジで？ゲームクリア時のトラックマジ？ゲームクリア時の私の乗ってた車と、コンペのね、同じぐらいのパーで出てるのに、同じぐらいで作れてるのに、なさってます。
じゃあこれ負け戦闘じゃん完全に。分かったも何もこれあまりにも理不尽じゃんこのまず。なんだこれ。もう人体みたいな加速したよあれ。続きあんのこれ。ちょっと待って、ちょっと今日こんぐらいにしてまた次行きますよ、次の動画。